フィジーの交通では、オセアニアの国フィジーの交通について解説する。フィジーのサトウキビ輸送専用鉄道1995年現在、総延長は 597km で 610mm ゲージを使用している。サトウキビ運搬鉄道は、フィジー政府所有のフィジー佐藤会社が、サトウキビを輸送するために利用しており、一般の乗客や貨物の利用には使われない。 路線は、佐藤キビ産業の盛んなビキレブ島西部とバヌアレブ島に集中している。総延長 203km のうち 122km は、動力式の小型船や200トン級の貨物船で、航行可能。サブサブ、スバ、ラウトカ、ランバサ、レブカの5つの港湾がある。1999年推計で6隻の1000トン級以上の商船を保有し、 無積載操重量は14,787トンである。選手別では、価格タンカーが2隻、客船が1隻、石油タンカーが1隻、ロールオンロールオフ貨物船が1隻、特殊タンカーが1隻となっている。南碧国際空港にて、フィジーの空港の一覧も参照。1999年現在、南碧国際空港や、 ナウソリ国際空港をはじめとする25の空港がある。うち3つの空港は滑走路が舗装されており、滑走路長は以下の通りである。未舗装の空港は計22校で、滑走路長は以下の通り。ありがとうございます。